え、この二つが20世紀生まれだって。シンセサイザーとスチールパン。芸術関係では、新しいものは滅多に作られない。芸術関係では、新しい発明は滅多に作られません。昔、発売されたばかりの富田勲の、ホルストの、惑星の LP レコードを買った時のことです。中央アジアの打金を楽しんでいた知人との談笑の時に、知人が、知っていますか？スチールドラム、あるいは、スチールパンとモーグ、シンセサイザーの2つだけが20世紀に生まれた楽器だということをと話した。トリニダード島のアフリカ系の住民が、第二次世界大戦の時、アメリカ空軍が廃棄したドラム缶を再利用しようとしてドラム缶の底を加工していた時、叩く位置によって音に違いが生じることに偶然気がついたようです。ドラム缶の底に凹凸をいろいろつけてみて、それぞれの箇所を叩くと音階が出来上がり、試行錯誤の結果、メロディーが出るように加工できて、打楽器が出来上がりました。トリニダード島では、イギリス政府、イギリス連邦の一員によりアフリカ系の住民が打楽器のドラムを演奏することを禁止されていました。ドラム缶ならば、全く新しい打楽器なので、イギリス政府も禁止できなかったようです。ドラム缶を叩いて加工しただけなので、単調な音ぐらいしか出ないのではないか、と想像しますが、いろいろな音階が出るように調整したようです。すごいですね。現物を目の前で聞くと、思いのほか、いや、スチールパンの音色は驚くほど繊細です。1992年に正式にトリニダード・トバゴ政府によって、国民楽器に制定されました。文言として、20世紀最後にして最大のアコースティック楽器の発明。一方、シンセサイザーの原型の電子装置は、テルハーモニウム、ダイナモフォン、1906年のようです。アメリカのサディウス・ケーヒル氏が製作したようです。開発が進み、1965年に、モーグ・シンセサイザーが商品化されました。ワルター・カーロスが、スイッチとオン・バッハ、1968年、発表をして世間に知られるようになりました。当時、ラジオでも奇妙な音楽として、紹介されていました。富田勲氏がドビュッシーの曲によるシンセサイザー音楽を発表していました。モノラルの銀河鉄道の夜もありました。この他に、電子音楽系では、SF ものの映画などで奇妙で、不気味なサウンドとして有名になった、テルミンがあります。ロシアで、1920年に、テレミンが、うなり発信機のアンテナに手を近づけたり、遠ざけたりすると、音の高さが変化するのを楽器として使用して、楽器のテレミンを製作しました。シンセサイザーは、多様な音を作曲者や演奏家の意図に応じて音が合成できて、富田勲氏は一人でオーケストラを指揮している、と言っていました。他に、イエローマジックオーケストラのようにステージでも複雑な手法で演奏できていました。スチールドラムは、カーニバルでよく用いられて、多くのスチールバンドが演奏しながら街を練り歩きます。その後、スチールドラムは、近隣の島々に伝播していき、さらに、1970年代の後半になると、アメリカの音楽にもスチールドラムが取り入れるようになり世界に広まっていきました。トリニダード島は、西インド諸島の最南端に位置して、カリブ海の東部にあたり、ベネズエラの対岸の北東 32km に位置するトバゴ島の2島からなる共和国です。トバゴ島の名は、ディーン・デフォーのロビンソン・クルーソーンでも知られていますが、先住民たちが愛好していたタバコがなまったものと言われています。トリニダードとは、スペイン語で、三位一体という意味です。コロンブスが、トリニダード島を発見した時に、島にある3つの山を見て、3つの山が1つの島にあるので、
トリニダード、つまり三位一体と名付けたそうです。参考文献として平凡社の世界大百科事典、小学館のスーパーニッポニカの格闘項目、その他にウィキペディアも参照しました。ご視聴感謝いたします。この動画を見て気に入っていただけましたならば、グッドボタンを押して、チャンネル登録をお願い申し上げます。